はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。今日は講打法の練習法とかコツをご紹介したいと思います。これはセルフでやる練習法です。していただいて、この拍打って言うんですけど、手を丸お椀のように丸めた状態にして叩いていくっていう、この丸め具合はですね、ご自分の腕とかにピタッと沿わせるようにして当てると、それをそのまま抜き取ると形状にしまして、そのまま当てていきます。で、ポイントとしては肩とか手首とか力を抜いてください。まあ、楽にした状態で、このブラブラする感じでそのまま叩きます。ありがちな失敗が、一直線上にボンボンボンとこう手首が硬い、こういう感じ、こういう硬くなった状態で手首が動かない状態でやってしまうと痛いですし、まあ結構肩が凝りますね、やってる側が。リラックスしてクッションとかそういうものに出てもいいと思うんですけど、ちょっと硬さがあるもの、硬すぎないちょっと丸みのあるもので練習するといいかもしれません。お腹でもいいです。この鼠径部あたりとか中とか、すねのあたりとか、ももとか、まあこうすねのあたりだったら真ん中でできるのでやりやすいですかね。立ってる時のお腹でもいいです。これ剣打ですね。まあ、肩や腕の力は抜いて手首を柔らかくして、こういかないでくださいね。このゴーゴーダンスみたいな感じじゃなくて、こうブラブラして、まあ、跳ね返る感じですね。こう自然と落下して跳ね返るみたいな。で、当てる部位としてはここですね。ここを当てます。こっちでもなく、ここでもなく、小指の下、付け根のあたりを当てるようにして、私はそのまままっすぐよりも少し内側に入れた方が、要はこうよりもこうする方が、いい音が出ますね。まっすぐよりも少し手前に引く、自分の方に寄せて押す方、叩く方がいい音が出ます。まっすぐだとちょっと音が軽くならない。これ少し内に入れることによって、よく空気が抜けるのか、いい音が出るので、まあ、この手首の角度なんかも調整してみてください。いい音が出るように、こうちょっと足開いて座って、これでもいいです。練習、さっきのこれもこうでもいいです。これこんな感じで、これの時、まあ、拍打に関しては全体的に当てるようにします。まあ、全体って言ってもここは当たらないんで、この指先と手根の部分が当たるんですけど、
楽にして柔らかく手首。跳ねるように もうあくまで軽く結構大きな音を出そうと思うと力入れちゃう人がいるんですけど、軽い力で結構大きな音出ますんで、逆にどうなんだろう、なんか多分力入れちゃう方がなんかもろに肉に当たってなんか響かないというかいい音がしない気がしますね。まあ痛いですしね。すごく軽くやってください。これがまあ割と本当にやりやすいですね。まあ、手首を柔らかくするのとか感覚、リズムとかつかみやすいかと思います。置き方とかは自分のやりやすいようにやってみてください。結構後ろの方とかでもできます。まあ、白だとの剣打、拳の打で剣打ですけど、剣打はちょっとレベルが高いというか難しい方かもしれないですね。いい音出にくいですね。あのコートかでもいいですね。片膝立てて練習法は自分のポーズはいろいろやってみてていただくといいと思うんですけど、そうですね、まあ少し内側に、角打はまっすぐでいいです。角打の時は手は変に角度はつけません。まっすぐのまんまで、まあ、手首柔らかくして打ってください。で、甲打の時は、まあ、少し自分の場合ですけど、私はまあ、まっすぐよりも少し内に入れる方がいい音が出るんでそうしてます。まあ、あとここにこう当たって空気の抜ける音と指が当たる音とで音が鳴ってるんかなと思うんですけど、なので空気が抜ける隙間を作ってください。グッと握りしめないでください。少し緩く握ってポンとやった時にここから空気が出ていくのと、あと手が指がこう柔らかくしとかないと多分親指が当たるのでその音なんで、親指を動かせるぐらいな柔らかい力で打ちましょう。合掌打って言ってこう手を合わせて、でこれも、まあ、空気の関係もあると思うし衝撃を和らげるためもあると思うんですけど、少し膨らませるような、ただこれはあんまりこう膨らませすぎず軽くですね。本当に少しですかね。こんなもんでいいよな。でこれに関してはこの指がわかりますかね。こう開いてた指がベッて隣の指に
当たってるんだと思うんですね。これも結構大きないい音が出ます。これはこれより簡単でいい音が出るかもしれないですね。これのコツとしてはこのように手首が回ります。要はこう言ってるわけではなく、ここで音が鳴ってます。これこのこうしちゃうと力入れちゃうと音鳴りませんので、力抜いて、これもまさに跳ねるような感じなんで、なんかちょっと手首硬い人は鳴りにくいかもしれないですね。先にこうちょっと手首のストレッチなんかもして、そっから柔らかくやってあげると出やすいかなと思います。指が楽に開いたり閉じたりするように、少し開く、少しふわっとさせる、こんな感じでパシュ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 とやってください。シュハイダーですね。シュハイダーはこの背面が当たる打ち方です。美容師さんとかがよくやってるやつかなと思うんですけど、これも多分こういうことなんで、ちょっとふわっと握って、私この右手が下の時はよくなるんですけど、左はちょっと苦手です。右の方がいい音が、左は一応鳴るんですけどちょっと弱いですね。まあやっぱりコツとしては軽く軽く、肩に力を入れず手首にも力を入れず、慣れてくるといい音してくるんで、やっぱりこう練習をたくさんするってことも大事ですね。で、こう跳ねるように行う。ポンポンポンと長く当てない、もう跳ね返す感じでさっと。さっと離します。まあこう小打法の基準というか説明として、リズミカルに素早く行うっていうことが挙げられますので、あまりこう もたもたダラダラやらずに、パパパパパパパッ、ちょっとこう速さを意識して、まあ、ゆっくりでもいいんですけど、どっちかというとちょっと速さに挑戦みたいな気持ちで速さを意識するっていうのも上手に見えるとか、心地よさにつながるかなと思います。これ切打ですね。包丁で切るような、さっきこれ合掌打でやったのとあまり変わらないですね。離してるだけで
この指がこうなるのは一緒なんで、ありますかね、こう当たって詰まる、開いて詰まるの繰り返しみたいな。指の間がでも練習できますけど、まあこういう感じで。これはこうはいかないですね。もう左右交互。切断はまっすぐにして、ピッ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 と。普通こうまっすぐ相手が真ん中にいる対象なんで、ちょっと一人でやりにくいかなとは思うんですけど、こんな感じで、まあ、ちょっと一般的じゃないですけど、シタンダって言ってこの指の先ですね、でつまむように行う方法もあります。つまむというか、まあ、先を当てる、なんか動きとしてはこうつまむようなというか、引くようなというか、こういうふうにできますね。5本の指すべてを使って、これ頭皮とかで頭ですね。こういうご自身でやれますね。これ頭皮なんかで。支配打で当てる場所真ん中ですね。ちょうど真ん中が当たるようにしてください。まあ大体こんなもんだと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。ご質問等ありましたら、またコメントいただけましたらお答えできるところはお答えします。またあるいは次回以降の動画で疑問とかリクエストお答えする形でアップするかもしれません。ご視聴ありがとうございました。 See you.